はいどうもゴッツチャンネル GT ワークです。私よく車中泊とかルーフテント泊とか普通のキャンプ泊とかするんですけども、まあ、その時に電源使うんですね。それで大容量のポータブル電源探したんですけど、有名メーカーのはまあ高いで、ワールドワイドでまたいろいろ探してたら1536Wh の容量があって54,000円で、容量の 95% まで放電することができるのに3000回繰り返して使える、さらに安全性も高いっていう、なんかものすごいバッテリー見つけたので、ちょっと購入していろいろ実験してみました。で、前回まではそもそも本当に何ワットまで使えるのかっていう実用量の測定や、激安インバータとドッキングして家庭用のエアコンとか電子レンジとか冷蔵庫とか電子調理器とか何が動くのかいろいろ実験していました。で、予想以上にいい結果が出たんですごい満足してたんですけども、せっかくポータブル電源なんで一個やってみたいこと、そう、ソーラーパネル発電ですね。で、大体有名メーカーのやつはポータブル電源とそのオプションっていう形で専用のソーラーパネル売ってると思うんですけども、こいつそもそもがバッテリー単体で売られているので、まあ、専用のソーラーパネルとかないんですね。なので今回は汎用の激安ソーラーパネルをつないできちんと充電ができるのかっていうのを実験していきたいと思います。で、いきなりこの動画にたどり着いたよっていう方いらっしゃいましたら、ちょっと前の動画から見ていただけると内容が分かりやすいかもしれないです。はい、で、今回使うソーラーパネルがこれ、ドッキオって呼ぶのかな、そこの 220W 発電できるっていうやつですね。まあ、ホームページの説明欄には 200W って書いてたんですけど、まあそこら辺曖昧ですよね。で、これ Amazon でも売ってるんですけども、 AliExpress っていうところで買った方がちょっと値段が安くてですね、発電量のラインナップもちょっと多かったりします。参考までに概要欄にリンク貼っておきますね。はい、中身開けるとこんな感じ。配線となんか箱みたいのが入ってるんですけど、実はこの箱みたいなやつ、これチャージコントローラーなんですね。で、これソーラーパネルって言って売ってる割にはこのチャージコントローラーセットでついてくるんですね。で、まあおまけみたいな感じなので、 PWM 方式っていうちょっと発電効率が高くないタイプのやつですね。ただですね、これなんか安そうな感じの割には、実はリン酸鉄リチウムイオンバッテリーの充電に対応してます。で、この初期の状態は鉛蓄電池用の設定になっていますので、使い始める前にリン酸鉄用に設定を切り替えておく必要はあります。で、作りなんですけど、まあ、後ろに放熱フィンがついていて、まあ、しっかりしてる感じで、まあ、ちゃんと使えそうな雰囲気ですね。で、配線類なんですけど、これはですね、バッテリーの方にガチャッと掴んで充電するためのケーブルですね。で、こっちが出力ケーブルで、まあ、チャージコントローラーに挿してこの先っちょのコネクターから 12V が出力されてます。ちなみにこの先っちょのコネクター何種類かバリエーションがついてます。で、最後のケーブルが、これがソーラーパネルの方につなぐケーブルですね。この左の端子がソーラーパネル側で、右がチャージコントローラー側ですね。はい、で、本体引っ張り出すとこんな感じになっていて、この折りたたんだ状態でですね、上に取っ手がついていて、ここでですね、手で持って引っ掛けて歩けるような形になってます。で、こいつど真ん中にですね、ポケットがついていて、このポケットにですね、さっき入っていたチャージコントローラーとかケーブル類一式入れれるようになってます。じゃあ早速ちょっと広げてみるんですけども、これですね、4つ観音開きみたいな形に畳まれていて、それぞれの畳んだ箇所にですね、マジックテープがついてます。で、こんな感じにバリバリって引き剥がして開いて1個目と、で、さらに内側にもですね、マジックテープがついていますので、それをバリバリっと剥がしながら開いていくと、はい、こんな風に展開できます。で、この真ん中についている端子が先ほどのケーブルと接続されるとこですね。で、こいつよく見るとですね、周りにちょこちょこっと引っ掛けれるような金属の輪っかがついてます。で、1パネルあたり4箇所ついているので、それが4枚で計16個ですかね、引っ掛けるとこがついてます。まあ、おそらくですね、何かにぶら下げて使ったりするときに使う輪っかですね。
あ、よく見たらチャージコントローラー入ってた箱の奥の方に取説入ってましたね。でこれ見ながらですね、設定とかやればすぐに使えるようになります。はい、では何はともあれまずは実験してみたいと思います。でどこで実験するのかと言いますと、我が家で一番日当たりが良かった屋上でやってみたいと思います。ここにですね、適当に机を並べて、その上にソーラーパネルを置いていきたいと思います。はい、テーブル広げるとこんな感じですね。左側がなんかよくわかんないメーカーの安いやつで、右側がですね、タラスブルバっていうメーカーのちょっといいやつですね。で当たり前ですけど、このタラスブルバの方がめちゃくちゃ使い勝手とか品質がいいですね。はい、じゃあ机準備できたんでですね、早速ソーラーパネル広げていきたいと思います。はい、これで開いたんですけども、おそらくこの平べったいままだと発電効率悪そうなので、ちょっと斜めにしていきたいと思います。で机ツルツルなんでですね、これ普通にそのままじゃ立たないので、ちょっとそこら辺にあるものですね、立つようにちょっとやっていきたいと思います。はい、こんな感じで斜めにセッティングすることできました。でちょうど感激くんの段ボールがいい感じでしたね。で表側に回ってみるとこんな感じになっていて、うん、やっぱり角度つけた方がなんか日がたっぷり当たっているような感じがしますね。まあ、角度的にはだいたい60度ぐらいの角度ですかね。はい、じゃあ実験に入る前にですね、ちょっとソーラーパネル自体の電圧が何ボルト今発電しているのかってちょっと見てみたいと思います。はい、何ボルトかと言いますと 22.6 ボルトですね。意外に高電圧な感じですけども、最終的にはチャージコントローラーがいい感じに調整して充電してくれます。でもちろん充電されるバッテリーはこれ 1536W で 54,000円だった激安ポータブルバッテリーですね。これに電流計とか必要な配線くっつけて実験していきたいと思います。あ、ちなみにリン酸鉄バッテリー用の設定の仕方なんですけど、この3つ並んだボタンの右上ですね、これ何回か押していってると B の1っていう表示が出てくるんです。あ、これですね。でこの B の01って鉛蓄電池ですので、さっきのボタンもう1回長押しすると点滅して設定モードに入れます。で下のプラスマイナスボタンを押して03にしてですね、でもう1回ですね、上のボタン長押しすると設定完了。これでですね、リン酸鉄リチウムイオンバッテリー用の設定に変更できました。はい、もろもろ準備完了したんでですね、早速実験に移っていきたいと思います。で現在の表示をちらっと見ると 9.7 アンペア電流が来ていて、で119W 今発電してるっていうことになってますね。で 200W のソーラーパネルなのに 120W しか出てないじゃんっていう話なんですけども、この省エネ説明の 200W って最高の条件が全部揃った時に 200W いけるよって言ってるわけであって、常に 200W 出してくれるっていうわけではないんですね。まあ冬至が近いこの季節で、かつかなり角度適当に置いていて、かつあんまり効率が高くない PWM 方式のチャージコントローラー、まあこれくらいが妥当なんじゃないかなって思います。で一応天気も結構いいんでですね、このままちょっと時間を置いて見てみたいと思います。さてちょっと時間経ったんで様子見てみますかね。とあれなんだこれ、うん、一番端っこのパネルにめっちゃ影が落ちてますね。でこれ何の影かと言いますと、ここに立ってるポールですね。ちなみにこのポール何かと言いますと、屋上に荷物を搬入するためのクレーンを支える支柱ですね。しまった、これ絶対発電量に影響してる気がしますね。
はい、というわけで夕方5時になったんですけども、うん、もう空見て雲いっぱいですし、もうほとんど日が出てないですね。で、最終的に何ワット発電したのかと言いますと、はい、これの左下のやつなく356ワット時充電できてますね。で、これだけだとよくわかんないんで、ちょっとグラフにしてですね、詳しく見てみたいと思います。はい、で結果をグラフにするとこんな感じですね。横軸に経過時間を、で、まあ、ブルーが、まあ、その時その時の瞬間の発電量ですね。で、オレンジのラインが累積の発電量ですね。で、これ見ていきますと、はい、最終的にはどん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 発電していって356ワット時充電できていることになりますね。ただですね、この真ん中の方をよく見てみるとですね、このブルーのラインがガクって下がってるんですね。で、まあ昼ぐらい始めたんでちょっとずつ下がっていくのはわかるんですけど、このガクっていうのはやっぱりおかしい。で、何かと言いますと、まあさっき見た通りに、ここ影がめちゃくちゃ落ちてる時間帯なんですね。というわけで、この結果ちょっと実験したんですけども、ちょっと信用ならないというか、あんまり当てにならない結果になってしまったんでですね、ちょっとちゃんとやり直ししたいと思います。はい、というわけで2日目ですね。で、まあ空見てみると、ところどころまあ雲はあるんですけど、まあぼちぼちいい天気ですね。で、今回はもう絶対に影ができないようにですね、この空中に張ったロープにぶら下げて実験していきたいと思います。で、これ屋上の床からだいたい3メートルぐらいのところにロープ張ってますね。はい、じゃあですね、早速このロープにぶら下げていきたいと思うんですけども、まあ最初に説明した通りですね、これ何かに引っ掛けるための金属のフックがついているので、それを使ってですね、ここに引っ掛けていきたいと思います。で、これ最初からフルオープンしたままだとちょっと持ちづらかったので、こう閉じた状態でですね、これでまず真ん中だけピンで止めてぶら下げてから最終的に展開していきたいと思います。はい、片側止まったので、もう片側も、あー、はい、引っ掛ける用のフック切れちゃいました。うん、そもそもこの大きさのものをですね、2個のフックだけで引っ掛けるっていうのはちょっと無理があったかもしれないですね。で、フックなんですけども、まあ、周りを縫うときにですね、一緒に縫われてるだけなので、そんなにがっちり止まってるわけじゃないですね。ちなみに3メートルから落下させたんですけども、まあ、パネル割れたりとかですね、配線が切れたりとか、あの、全然そんなことなくて、意外に耐久性高いっていうのが証明されましたね。というわけでですね、今度は素直に全部の穴に紐を通してからぶら下げるっていうような感じでやっていきたいと思います。はい、というわけで設置完了しました。で、今回ですね、前回みたいにもう高いところにぶら下げるんじゃなくて、ベランダの手すりに着地するような形で設置してみました。はい、表側見るとこんな感じなんですけど、もう全くもって何も影ができる要素がないですね。はい、じゃあ実験スタートしていきたいと思います。で、今の発電量が102ワットって感じで、まあぼちぼちいい感じで発電してる感じですかね。はい、じゃあこのままですね、ちょっと時間を置いて見てみたいと思います。はい、というわけで5時になったので実験終了したいと思います。っていうか、この時期の5時ってもうほぼ真っ暗なんですね。で、累積発電量いくつになってるのかと言いますと、うん、570ワット時、お、結構発電してる感じですね。じゃあ今回もですね、グラフでもうちょっと詳しく見ていきたいと思います。はい、で、今回の結果をグラフにまとめるとこんな感じですね。同じように横軸が経過時間で、このブルーのラインが瞬間発電量、オレンジのラインが累積発電量になっていて、で、最終的に発電した量が570ワット時ということで、まあ、ちょっと前回より始めた時間が少し早かったので結構な量充電してますけども、この瞬間発電量のグラフ見てもですね、結構綺麗な形で放物線描いてます。で、まあ、これ影ができてなかったで、まあ、綺麗な結果になったかなってとこなんですけども、まあ、じゃあ前回影ができた時と、まあ、どのくらい違うのかっていうのを比
べてみました。でこの灰色のやつがですね影ができた場合で、このブルーのやつが影ができなかった場合、まあ、若干設置角度違うんですけども、まあいろいろ合わせて書いてみるとこんな感じですね。でやっぱりですねこの2箇所見てみると露骨にわかるんですけども、影ができている時間帯っていうのがめちゃくちゃ発電効率下がってます。というわけでですね、皆さんも使うときはですね、影ができないように使うと発電効率結構上がるかと思います。で、まあ、元に戻るんですけども、じゃあこれちょっと半日ぐらいしか実験してないけど1日実験したらどうなるのっていうとこなんですけども、はい、で正午の時間帯ここら辺なので、こっち側が午後ですね、まあ、1日の半分なんですけども、じゃあ半分だけでどのくらい充電できるのかと言いますと、この赤い部分が午後充電できる量ですね。でいろいろ計算してみるとですね、この部分が410W時、半日で 410W時充電できているので、これと同じ量午前中も充電できるはずなので、パッと図を書いてみますと、丸1日今回の実験を実施した場合は820W時の累積発電量が得られますよと。でさらにですね、これ実はベストの角度じゃないんですね。でこれとは実験とは別でですね、どのくらいの角度にするとベストな出力が出せるのかなってちょっとやってみたところですね、40度ぐらいに傾けると 150W っていう出力が出たので、こいつ今回の実験でちゃんとした角度でやれば 150W ここがいけるはずと。で計算すると、まあ 1.25 倍の出力が可能ってことになるんですね。ということは今回の試験をベストの角度で1日実施した場合、約 1025W時の発電が可能になってます。でさらに夏の太陽光が強い時期で、かつ高効率の MPPT チャージコントローラーっていうのを使ってですね、パネルの高照最大能力 200W っていうのを引き出せることができた場合、まあ、ここがですね 200W だった場合ですね、そうするとですね1日に約 1360W時の充電が可能っていう計算になります。でこれってどのくらいかと言いますと、今回使用したポータブル電源の容量がですね 1536W時なので、この電源を 89% 1日で充電が可能っていう結果になるんですね。これだけ昼間に充電できれば、まあ連泊とかでバッテリー使う場合でも結構いけるような気がしますね。じゃあ次気になるのは、高効率の MPPT コントローラーで充電するとどのくらいいけるのかってとこですよね。はい、というわけで買いました。でこれも国産の有名メーカーのものってめちゃくちゃ高かったんで、またアリエクスプレスで購入しました。ただこいつ届くのにちょっとそこそこ時間かかりそうなんで、実験は次回やっていきたいと思います。はい、これからもですねこの続きとか他にもいろいろ面白いもの作っていこうと思いますので、もしよかったらチャンネル登録の方よろしくお願いします。あといいねボタン、これだけがね動画を作る上で唯一の心支えになりますので、ぜひよろしくお願いします。あとインスタ、ツイッターもやってますので、もしよかったらそちらの方も覗いてみてください。それではゴッツチャンネル GT ワークでした。